今回のイルカのポチ袋、まあ、お札などだけでもなく、このように飴なども入れて、ちょっと閉じにくいですけど、このように閉じて、ここの部分を裏側へ折り込むと閉じれるので、このまま使ってみてください。では8ミリ小の丸シール1枚黒く塗りつぶします。ホワイトマーカーで点々を入れて、目に光沢を入れます。では白を上にします。でこちら向きにして三角に半分に折ります。ではこの角とこの角を合わせるように折ります。はい、開きます。ではこの下の角をこの真ん中に合わせるんですけど、合わせたらもう軽く折り目をつけて戻します。では向きを変えます。下の角をこちら先ほどの折り目に合わせて折ります。では裏返します。この角を先ほどこの折り目、ここに合わせるように折ります。はい、こちらの角もここに合わせて折ります。ではちょっと向き変えます。この折り筋でちょっと一回軽くこの辺りをつまみ折っておきます。こちらもつまみ折っておきます。では一回裏返します。はい、ちょっとこの向きにしますね。でこの縁とこの縁をちょっと軽く折ります。軽くで OK です。はい、向きを変えてこちらの縁とこちらの縁も軽く折っておきます。ではまた左のこの斜めの縁をちょっとめくって折るんですけど、ちょっとねめくりにくいですけど、めくって折った時にこの幅とこの幅が同じになれば、また端を軽く押して戻します。では先ほどの折り目からザザッとこの斜めにこの角に合わせるように裏側へ折ります。こういう風に折っていきます。はい、ではこちらここの角、めくった角をこの角を支点にこのように斜めになるようにここへ折り返します。はい、で戻します。はい、次ちょっとこちらこの折り筋とこの折り筋でちょっとここを一回めくり上げてからこういうふうに折ります。こちらも折っておきます。ではここの縁に合わせてここの出てる部分を一回ちょっと折ります。はい、でもう一度この折り筋をつまみます。ちょっと難しいけど、つまみ持ってちょっとこちら側へ寄せて斜めにこのように折ります。でここの縁の境目からこう斜めに軽くまた裏側へこのように斜めに
っていきます。ではこの部分のこの間あたりからこう斜めにちょっと軽く裏側へまた折ります。こういう感じで折ります。はい、では次こちら、またここの縁に合わせてこちら側へ裏側へ折ります。でちょっと裏向けますね。でまたこの縁から 1-2mm で折り返します。はい、戻します。はい、ではこのままここを1枚分だけつまみ持ってここへ斜め寄せていきます。こういう風に斜めに寄せて、もう一つのこの折り筋がここの縁と直角になったらちょっとしっかり折ってここを戻します。でこの角も少し裏側へ折ります。では裏向けます。この折った折り筋の角と角、このね端と端を軽く折ります。でまた 2-3mm ぐらいで折り下げます。次はこの上の角を下この辺りに一旦合わせます。ちょっとねここをかぶるように一回折ります。はい、開けます。でこの角をまた1センチほどで折って折り返します。でちょっとねちょっとずらしますね。ちょっと調整します。ここギリギリになるぐらいで OK なのでちょっと戻します。一回ね調整します。調整したらこの白い部分が見える、でこれを裏側へ折ります。ではここをこのめくりまして、この縁をこのように少しずつのり付けしていきます。で貼り合わせます。ではこのあたりかな、このあたりに目を貼ります。で自分で書いても OK です。はい、出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。